岩井松川 YouTube からお送りしてます。週刊ウニュです。よろしくお願いします。ここではウニュっとした動画を作っていますが、また一個できたのでこれをちょっと味わっていこうということですね。じゃあ皆さんご挨拶お願いします。はい、いつもの三好でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、お久しぶりの天童です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら動画ですね。そうですね、今回は正三角形が割合、まあシンプルって言えばシンプルですね、うん白いのがぐーっと回って、あれ？白いのが回った。白いのが回った。まあ、ぐるぐる回ってる三角形回って、実は、だから、なんていうか、位置がぶれないように正三角形は、大きさが微妙に変わって、微妙ですね、これね、うんうんうん。言われないと気づかないですよね。あ、そして、つまり正三角形を保っているのが赤が保っているのから次白が保っているのに切り替わっている、はいはいはい、ですね。いて中心軸は全然動いてないと思いますね、これね。はい、まあ、で一周するのにやっぱ360度回さないと一周ってか絵的な一周してないですね、きっとね。おかなと思うんですけど、わかりますかね。最後一瞬引っかかる。あ、引っかかるのはループですかね。うん。ループのなんかの加減ですかね。あれは0度と360度でやってるので、本当はずれ。なんか計算誤差かもしれない。ちょっとまあ後で見直してみますけど。はい。これは3色とかにしても面白いんですかね。この1つの色がサイズ2つになる瞬間があるじゃないですか。なるほど。字の方が、正三角形が、はい。ちょっとわかんないけど。3色？あ、でもダメかな。いや、わかんない。わかんないな。塗り分けが。このサイズが揃ってない方の三角形って2種類サイズがあるじゃないですか。はい。ね、でかっ。字の方。それを塗り分けたらどうなるのかなって思ったんですけど。なるほどね。うん。でも、その後図になるのか。まあ。でも消えてっちゃうのは。あ、色揃いそうですね。大きくなる方がその後図だから、うん、あ、うん、ちっちゃいから大きくなってくやつを第三の色にするとどうなんかできますか、うん、うん、できそうではあるけど、あ、でもどうなるんだろう、混乱する。4色になるのかな、わかんないですね。中心ごとに3色でいけるかな。中心ごとでいいのかというと。いや、赤が2つ、白が2つ。出現する三角形って考えていくと、何色でもできるって意味ですかね。そうですね。一回消えちゃうから、別に前の色はずっと残ってて出現するやつって考えるとまあ何色でもいいきっとね、そういうこと。どの三角形も一回消えますよね。消えます。どこにある三角形も。そうですね。で消えて同じ場所から出てくるときに同じ色の方がいいのか別になってもいいのかみたいな。うん、そうですね、うん、あ、これも色変わってるんだ。一つの中心に注目して見てると白から。そうですね、うん、そうなんで、なんかねちょっとわかんないんだけど、うん、すげえ短い周期で回ってそうですけど360度周期だと思うんですね、うん、これね。あ、面白いですね。
なんかこう、わかんない、もう120度でできんじゃんって最初やってたんですけどね、あ、違ったわ、っつって。なんか120度もあっても同じになってないですね、これね。なるほど。赤の位置違いますもんね、向きとかが120度もあっても。場所が違いますか、ね、なんかちょっと不思議なんですけど。180度で回ってんのかな。いや、そんなことねえな。赤白が変わるから、180度だと赤白逆転だからダメだな、やっぱりね。でもずっと同じようですけどね。ずっと一様なんですけど、360度趣味です、はい。色も入れ替わるみたいのをやるとまた複雑になりますかね。なんですか、フェードする感じのやつね。そういうやつか。そう、色入れ替えると意外周期がもうちょっと短くなる可能性はあります。なるほど。そうですね。っていうか気持ち的にはもう60度で繰り返してるんですけどね。けど位置を考えると違うとこ行ってるので、こういうの何時間でも見てられるな。本当にね、不思議ですね。面白いですね。なんかこう描画するとき3分の1ずつずらしてますよ。だからなんていうか、次の60度のとき、次の60度のときつって、なんか中心を3分の1ずつなんかずらしてるんですよね。よくわかんない。理論がわかんないですね。できちゃったんでいいのかな。やったら3分の1ずれたからずらしたよっていう。ああ、そうそう、3分の1ずらすと3、だから、そうですね、60を1回として3分の1ずれてくるんで、180度で1ずれてるのかな。で360で2ずれてるのかな。そしまあちょっとでも そんなことはちっとも分からずぐるぐる回ってるだけですね。まあまあ計算の方法によるかもしれないですね。はい、眺めてられます、まあ、ずっと見てられるけど、まあ、はい。まあ、天童さんはこれのまた 3D 版をやってくれるみたいな話なんですけどね。はいはい、作り途中なので、また頑張ります。はい、この辺でよろしく。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、チャンネル登録をぜひお願いします。はい、今1000人ですけどね、何千人かになるとまともな YouTuber になれるってな。一発のなれるかもしれないです。あ、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。